はい、皆さんどうも、橋本でございます。前回続きまして、ドブルツァーク、呪玉、謝肉祭、今日で最後の解説動画となりました。5回目の今日は417小節目から残り全部を解説していきます。417小節目から2小節間は24小節目から2小節間の再現になります。ポジションをおさらいしておきますと、第2第3の中間ポジションからスタートしてハーまでをまとめて取った後、ベーアを2、1と取っていただきたいと思います。で、419小節目からの母音をおさらいしておきますと、シンコペーションになりますので、アップダウンアップと弾いた後、次の2小節間を優順で、422小節目から3小節間をダウンアップアップの繰り返しで弾いていただきたいと思います。426小節目まで通していきますと、このようなボーイングになります。427小節目のボーイングはアップダウンアップ、430小節目は422小節目と同様にダウンアップアップと弾いていただきたいと思います。通していきますと、ここまでよろしいでしょうか。で、433小節目アップアップのポジションは第3ポジションで弦を1分で、ギスを2で取った後、次のアーもポジションは変えずにデーセンで4で取っていただきたいと思います。で、エイスもデーセンのままで1で取って、次は第2第3の中間ポジションで2で取ります。で、その前のフィスは2で取ってるんですけれども、同じフィスの途中で1に変えます。で、変えるタイミングはどの小節のどの拍で変えていただいても構いません。で、442小節目から4小節目でギスになりますので、ここまで第2第3の中間ポジションで4で取っていただきたいと思います。446小節目以降、まずボーイングですが、フォルティシコで始まりますので、最初の2本譜は当然ダウンで、次もフォルサンドが随所にありますので、フォルサンドも全てダウンで弾きますので、ダウンダウンアップの繰り返しで弾いていただきたいと思います。で、ポジションは各小節オクターブの関係になっています。で、それぞれ同じポジションでまとめて取るようにしてください。最初3小節間はギスのオクターブになっていますので、442小節目から4小節間のギスと同様に第2第3の中間ポジションのままでまとめて取ります。で、次の2小節間のアーのオクターブは、上のアーはゲーセンでも第3ポジションでデーセンを使っていただいても構いません。451小節目の2小節間はベーのオクターブになりますので、ハーフポジション、次のハーのオクターブは第2ポジション、この要領で取っていただきたいと思います。454小節目から4小節間ゆっくり弾きますと、各フレーズのオクターブをまとめて取ります。で、Aのオクターブは下のDは先ほど合わせで押さえて取ったんですけれども、開放を使っていただいても構いません。458小節目の A なんですけれども、その手前がディスのオクターブになっていますので、で、第3第4の中間ポジションのままでアーセンで2で取るとポジションを変えずにまとめて取ることができます。始まって8小節間のこの A の刻みはこちらで取っていただきたいと思います。で、その後も拍の頭で A が出てきますが、ポジションそのままで取っていただいても構いませんし、あるいはハーフポジションに戻ってデーセンで2で戻って取っていただいても構いません。469小節目一拍前からはアップから入っての優勝、471小節目はダウンダウンアップでもダウンアップアップどちらでも使っていただいても構いません。で、この後8小節間も8分音符の A の刻みが続いていきます。で、480小節目からのボーイングですが、フォルテ3つになりますので、最初はダウンアップで、次の裏拍は全てダウンで弾いていただきたいと思います。で、最後の485小節目のアを除いてダウンで弾きます。このようなボーイングとなります。で、次は R のオクターブになっていますので、上の R はゲーセンでもゲーセンを使っていただいても構いません。488小節目の同様に、もしくはこのどちらかを選択していただきたいと思います。492小節目から4小節間のボーイングは全てダウンで弾くようにしてください。で、496小節目からここをピンを押すとテンポがさらに速くなっていきます。最初4小節間のボーイングはダウンアップという意味順で弾いていただきたいんですけれども、500小節目はシンコペーションになっていますので、最初はアップから入っての意味順で弾いていただきたいと思います。
で、ここからのポジションなんですけれども、最初の A をゲーセンを使うか、ベーセンを使うかでポジションが大きく変わってきます。まずゲーセンはハーフポジションで、で、ギス、アのスラーも1、2とまとめています。で、次は A を2で取って、ゲーは開放。で、次は大ポジションで、セーベーを4、1と取った後、S では、2、1でも、4、2、どちらを使っていただいても構いません。で、最後は第6ポジションで上のゲーを3で取って、で、A を第4ポジションで4と取ります。S から指番号で説明しますと、2、1もしくは4、で、ゲー、A は3、4、このように取っていただきたいと思います。ゲーセンを使う場合なんですけれども、最初は第3ポジションからスタートして、A を4で取って、ギス、A のスターを2、4。で、次の小節の A、ゲーも、4、1とまとめていただきます。で、次もデーセンのままで、セー、ベーを第5ポジションで、4、1と取った後、502小節目 S では2、1と取ります。で、あとのゲー、A は同じ形になりますので、3、4と取っていただきたいと思います。4本のパターンでゆっくりしますと、もしくは、3小節目のポジションですが、アフタクトの A を第4ポジションで4で取っていますので、ポジションを変えずに A はデーセンで1で取っていただきたいと思います。このように取っていただきたいと思います。で、513小節目以降は母音を説明していきます。最初は弓順で、この4小節間を弓順と取った後、最後は全てダウンで弾くようにしてください。最後の小節もダウンダウンと弾くようにしてください。はい、最後まで解説させていただきました。いかがでしたでしょうか。この曲は全体を通じて非常にテンポが速いので、初めて演奏される方はいきなりインテンポで練習することはせずに、必ずゆっくりしたテンポから練習するようにしてください。そしてポジションも随所に複数のパターンを説明した箇所がありますので、最終的には皆様のやりやすいポジションを選択していただけたらと思います。まだ全編ご覧になってない方は再生リストを作成しておきますので、そこから順次ご覧いただけたらと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。